おはようございます。9月1日木曜日の東京インフォメーションです。東京都は今日から東京都防災模試を実施します。東京都防災模試はスマートフォンなどを利用していつ起こるかわからない自然災害に備え、地震や風水害などについての知識をクイズ形式で学んでいくことができるウェブコンテンツのイベントです。今回は来年関東大震災から100年を迎えることから、大震災に関する設問も含めてクイズ王の伊沢拓司さんが運営する東大初の知識集団クイズノックが問題を監修。難易度別に4つのステージがあり、設問数は各ステージ5問の全20問です。結果は合計点数に応じて5段階の防災タイプが表示されます。東京都防災模試は今日この後午前10時から今月30日金曜日の午後6時までどなたでも無料でチャレンジできます。都は外国人旅行者の安全確保のための災害時初動対応マニュアルを改訂しました。このマニュアルは緊急災害時に観光関連事業者が外国人旅行者に対して適切な対応ができるよう作成しているものです。今回の改訂のポイントは、災害発生時対応文練習を見直し、災害発生時のフェーズに応じて活用できる文例を掲載、感染症対策に関わるピクトグラムや災害発生時に活用できるテンプレート作成例を追加したなどです。マニュアルの構成は平常時からやっておくべきことチェックリストがあり、第1部では初動対応のための基礎知識についての説明、第2部では災害の事前準備および初動対応についての説明、第3部では初動対応のための関連データベースを紹介、そして参考資料の掲載となっています。このマニュアルは産業労働局のホームページから閲覧ダウンロードできます。都は東京都震災対策条例に基づき、震災時火災における避難場所、地区内残留地区、避難道路の指定について見直しをしました。今回で9回目となる見直しのポイントです。避難場所については前回から引き続き、すべての避難場所で避難有効面積1人1平方メートル以上を確保しました。新たに9箇所を指定、22箇所を拡大、1箇所を廃止しました。首都直下地震等による東京の被害想定において、津波浸水の恐れがある避難場所の区域などを除外しました。地区内残留地区では新たに3箇所を指定、5箇所を拡大しました。避難道路では一部の指定を解除しました。詳しくは都市整備局のホームページに掲載しています。なお今回の指定の運用開始は今日からです。都は未来のエアモビリティ体験フェスの参加者を募集しています。未来のエアモビリティ体験フェスは、自然と便利が融合する持続可能な都市の創造を目指しているベイエリアで、子どもたちに空飛ぶ車の魅力を知ってもらうためのイベントです。今月22日木曜日から25日日曜日の午前10時から午後5時まで開かれます。対象は小学生以上で、会場は羽田空港第1・第2ターミナルのイベントスペースで、参加費は無料です。空飛ぶ車の VR 体験、空飛ぶ車実機展示や模型の展示、パネル展示、さらに小学生向けワークショップ、 JAXA と考えるエアモビリティが飛ぶ未来が行われます。参加を希望する人はご覧の QR コードをスマートフォンで読み取って、今月7日水曜日までにお申し込みください。申し込み多数の場合は抽選になります。今日お伝えした内容は東京インフォメーションのホームページにアップしておりますので、ご活用ください。ここまで東京インフォメーションでした。